ショック。嘘。うわ、バレた。うわー。あー、あ、来てる来てる。来てる来てる。よーし。よーし。リールが軽くなってしまいましたが、山さん、運に見放されていませんでした。次こそはお願いしますよ。あと30ぐらい。浮いてきた浮いてきた浮いてきた。もう竿の弾力だけよ。よし、サメが姿を現しました。まだ大きさは分かりませんが、やはり大物です。よし、ギャッタイ行きますか。ぼちぼち20分ほどの格闘の末、サメは体力を奪われ水面に浮いてきました。もう、あ、いた？いた？お？電話しました。どういう方法がある？いる。誰かここ、誰かこっち来て。よっしゃよっしゃよっしゃ、引っかかった。これ取って、この竿取って、竿取り抜いて。よし、オッケー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 。よっしゃ、切れにかかった。うぅ、最強いとこかかったね。おい、よし、あそこ行こうか。なかなかうまくかからないギャフをどうにか口にかけ、いよいよ引き上げます。持ってきて移動してみ。台に擦らないように。林さん、手袋してるのやって。あの低いとこ行くよ、低いとこ行くよ。もう一つロープ念のためにかけようか、尻尾に。そしたら綱引きできるわ。せーの、せーの、せーの、せーの。やっとのことで釣り上げたサメ、大きさはおよそ180センチほどでした。山さんも林さんも見物客も釣り上げたサメを見て満足顔です。久々の休みで山さんと一緒に岡大事ができまして、最高に楽しかったです。また、もうすごい力でね、もう初めてのことでびっくりしました。深手粉にまた生命力が強くて力があるとは思いませんでした。これは今からね、それが持ってきて言うから、みんなに配って、で、夕方はこれで刺身して、みんなで食べ上げてます。そうですね、全国的にですね、今、サメ被害がいろんなテレビとかなんかでも出てますけども、島内でも、近海のその、そば、特にブーチャとかタミナレですね、かなりの被害が出てます。ある意味駆除という形で今回この釣りにチャレンジしたわけですけども、
結果的にまあ、100キロを超すような2メーター近いようなサメが釣れたことはラッキーだったと思います。感触はもうすごいですね、どうでしょう、もう格闘の世界ですね、まあ、スタッフがいっぱいいてくれたんで、このような結果が出たのはラッキーだと思います。まだでかいのがいますから、今後とも、まあ、倍近いのがいるということですから、クジオという名目で続けたいと思います。食べます、壊れる前に食え、これが鉄則です、はい。これからも山さんのサメ退治は続きます。